ロシア宇宙主義は、19世紀後半から20世紀にかけて、ロシアで広範な影響が見られた哲学的、宗教的、自然科学的、文学的思想の潮流である。ロシアでは単に、税と呼ばれることもある。ロシア宇宙主義は、自然哲学とキリスト教の考え方を基盤としており、ルミアンセフ図書館の司書で、モスクワのソクラテスとの異名を持つニコライ・ヒョードロフがその、 草分けとされる。その中心となる考え方には、人間の労働的進化、自然の克服と、その結果としての、全人類の物理的不死及び復活などの思想が、含まれ、トランスヒューマニズムとの関連が見られる。ヒョードロフは、生前を表立つことを、潔しとせず、まとまった形での著書を残していないが、死後で死により編纂された主著に、共同事業の哲学がある。 彼の基本的な思想は、自然を制御することによる、シーコール重力の克服と、すべての不祖の文字通りの復活、そして、人間の不死である。ヒョードロフはこの人間の復活と不死に向けた全、人類的なプロジェクトを、共同事業と呼び、全人類が一体となってこの事業に取り組むことによって、血縁性を取り戻し、人間の不幸の根本的原因である。 この世界の秘訣遠性から自らを解放せよと呼びかける。後に、ロシア宇宙主義は、ロシアにおいて、文学、哲学、政治、科学など多方面に影響を及ぼした。文学、哲学では、レフトルストンやドストエフスキー、哲学者、ウラジーミル・ソロビオフが、ヒョードロフの思想に大きな影響を受けたことが知られる。また、ロシア革命の前後に活躍した。 ブルー・ソフラ・ロシア象徴主義の詩人、作家、イワン・フィリプチェンコやアレクセイ・ガースチェフといった、プロレタリア詩人、アンドレイ・プラトーノフや、ボリス・パステルナークなど幅広い詩人、作家たちに影響が認められる。自然の制御、改造と、新しい人間の創出、共同事業といったロシア宇宙主義の考え方は、後に、ボリシェビキの一部に受け入れられた。例えば、 アレクサンドル・ボグダーノフは自身が主導したいわゆるプロレトクリト運動の中で体の改造を唱え輸血受験の最中に自己死した。また自然科学の分野ではソ連の宇宙開発に宣伝をつけたコンスタンチン・ゼオルコフスキーはヒョードロフとも面識があり彼に強く影響を受けている。鉱物学・地球科学の分野で功績を残したウラジーミル・ベルナツキーは ヒョードロフの考えとも共鳴するノースフェーラの概念を提唱した。なお、ロシア宇宙主義は思想上の学派や運動のような確固としたものではなく、ヒョードロフをはじめ宇宙主義者と名指される人々のうち、宇宙主義者を自認、自称する者はむしろ少数であることに留意が必要である。ロシア宇宙主義の実態は、ロシアの一定の思想家たちに共通する。 思想的傾向というほどのものであり、主義としてのロシア宇宙主義は、スベトラーナセミオノアとアナスタシアガーチェワ母子などに代表される高生の研究者によって1980年代後半から1990年代にかけて確立された。哲学研究者のセミオノアとガーチェワは、アンソロジー、ロシア宇宙主義、哲学思想アンソロジーの中で、ロシア宇宙主義の代表者として、 以下の名前を挙げている。近年、ロシア宇宙主義はアートの文脈において再評価が進んでいる。ロシア出身でアメリカで活動するアーティスト、編集者であるアントン・ビトクルは、ロシア宇宙主義をテーマにした作品を相次いで制作するかたわら、自身が主催するウェブ媒体 e フラックス上で、ロシア宇宙主義をテーマにした特集を数度行い、精力的にロシア宇宙主義を 英語圏に紹介している。また、美術批評家、ボリス・グロイスは、アンソロジー、ロシア宇宙主義を編纂したほか、2018年には、アンソロジー、ロシア宇宙主義を英語で出版している。ロシア国内でも、アレクサンドル・ポノマリョフやレオニード・チシコフといった作家が、ロシア宇宙主義に影響を受けた作風で知られる。また、ロシア宇宙主義の不死や、自然の制御、改造を含む、 思想的側面は、英米圏を中心に起こった、加速主義と呼ばれる思想潮流に影響を与えたとされる。加速主義関連文献のアンソロジー、アクセラレート、加速主義者特本には、ニコライ・ヒョードロフの論文、共同事業が収録されている。日本では、北一キラの日本的な国家社会主義思想の文脈において、主に亡命ロシア人によって提唱された。 思想潮流であるユーラシア主義に対する関心からの派生として、比較的早期にロシア宇宙主義に関連する文献の紹介がなされた。1943年には、ヒョードロフの主張、共同事業の哲学の省略が出版されている。これは、ロシア国外における同書の最初の翻訳だとされる。その他、1928年には、セルゲイ・ブルガーコフの主張、 経済哲学が島野三郎のわけで出版されている。セミオノバ、ヒョードロフデン、安岡春子、亀山育夫役、彗星社、1998年、8ページ。佐藤正則、ボリシェビズムと、新しい人間彗星社、2000年。コスミストを自称した例としては、1920年に、ガースチェフやカー人らが、詩人グループ、コスミストを結成した。 ジョージ・エム・ヤング、ザ・ロシアン・コスミ・スッツ、ザ・エソテリック・フューチャー・ザム・オブ・ニコライ・フェダー・ウブ、アンド・ヒズ・フォロワーズ、オックスフォード、オックスフォード・アップ、ピアニッシモ、7から8、ロシア宇宙主義という用語の書出については、諸説あるが、およそ1970から80年代にかけて、初めて用いられた用語であるとする説が多い。ゼー、小略セミオノバ、ガーチェバ、 ロシアの宇宙精神にし、中村博士役、セリカ処防、1997年。ゼー、ボリス・グロイス、エド、ロシアン・コスメザム、ケンブリッジ、MIT プレス・ハット・マッケイ、アバネション、エズ、アクセラレート、ザ・コセラーシャニスト・リーダー、ファルムース、アーバナミック・フェオドロフ、共同事業の哲学、高橋・テルマサ役、白水社、1943年。 尾又里氏、ヒョードロフ、共同事業の哲学翻訳をめぐって、比較文学年史、第55号、2019年、45から63ページ。セルゲイ・ブルガコフ、経済哲学、島野サブロー役、改造者、1928年。ありがとうございます。